絡みもなく、エクササイズなんちゃってね。やってますか皆さん、 Every day exercise、 Physical exercise 当たり前、 Brain exercise ものすごく重要みたいなことよく聞くね、うん、最近特に聞くね。やっぱりほら少子高齢化でさ、高齢者の多い日本の社会で、高齢者っていうのはなんかもうさ、霊柩車の一歩手前って感じがするんだけど、まあ、へばってる人もいれば、なんかやたら元気な人いるね。めちゃくちゃ元気であれ。86とかって言ってたおっさんはさ、いや、元気だね。びっくりするよ、あの人の元気さには。いや、本当に名前は言わねえけど、いや、びっくりするね。すごいよ。うん。これの秘訣は何なんだろうな。よくお目にかかる人で、別にあの本人はそれを誇ってるわけでも、若さを何してるわけでもないんだろうけども、で、これといってなんかさ、この人特別なことやってんのかなと思って、ちょっと興味深く見たりしてたんだけど、まあ、ほとんどルーティーンからあんまり外に出ないっていうね、ルーティーン。わかんなければ辞書引いてください。辞書で出てくるから。いや、はい、そうなんですよ。元気だね。でもその人の元気のおかげでどのぐらいの金が使われてんのかな、国のこの元気にするために、うん、まあそれもいろいろあるだろうね。元気な人はあまり金使わないかもしれないけど、元気じゃない人がやっぱ圧倒的に多いので、じゃあ20代の頃どういう生き様をしてたんだよと、ビートルズはいなかったのかい、ローリングストーンズでキャーとかって、わっかっこいいなとかってリギュラー弾いたりしてなかったの、ロングヘアでバルボタムのジーンズ履いて、こんな高いロンドンブーツ履いてさーってね、靴脱いたらもうジーンズがもうあれになっちゃって中心くらかよみたいな感じのもいたけども、そういう楽しい時代ね。まあいわゆる60年代から70年代にかけて僕も多感だったから、うん、やっぱりこう演歌とかなんか民謡とかそういう系列のものをやってなかったんで、やっぱり本場行って自分を試したいってのがあったんで、まあロンドン3年ちょっとぐらい行ってたけどさ、はい、それもありこれもありで、やっぱりその頃の音楽っていうものは未だにこういいのがたくさんあるな。俺がいた頃のあの頃のロンドンでやっぱり一番流行の先端を行ってたのは、つもりだったんだけど、まあエルトン・ジョンなんかよく流行ってたね。もう流行ってたのこの曲じゃね、Goodbye Yellow Brick Road あたりが先端だったけど、まあいずれ面白く
素晴らしい時代であったということは間違いない。今思えばその頃まあリアルタイムで生きてたからいろんな意味で若さがあり、若さで生きてた時代だった。はっきり言うけど若さ多かったね。そんなこんなんでさ、今日はこんなところから発信してるんですけども、うん、この春先っていう今の世界でいろんなものがこうカミングアウトする時代でも、まあ時代っておかしいか、まあその年間の中の時期的にはそういうのが目につく時っていうかね、うん、まあ例えば一番典型的なのは芽吹く頃ってやつだよ。桜の花だけじゃなくてあらゆるこう花が芽が出てきますね。ただこういう時にそのじゃあ体調管理難しいというね、地獄の春休みを天国の春休みとして謳歌している青少年はこう思いっきり今こうバンバン騒げる時で、ボールを蹴ったり思いっきりこう侍ジャパンを目指して投球練習をしパチンといい音出したりしてるけど、まあしばらくはもうさおっとやべえこと言っちゃったけど、まあそんな感じでこの時に桜の花の下で我々ジャパン国民はジャパン国民な愛国心を持って国のために桜の木の下で、桜とは日本の象徴ですからなんて言ってる人もいたけどね、うん、まあそうかな、うん、まあ一つの象徴的な花なんだろうね。綺麗だね。桜が咲くとみんな浮かれるんだな。だから花見と称して酒を飲みまくるわけだよ。そしてそこでどういうことが行われるかというと、まあ2、3時間後からもうちょっとすると集大をさらけ出す。これを集大と見ないんだね、この国はね。どう？あれ完全に集大だろう。まあ日本が好きな外国人、欧米の人結構日本が好きで来てね。Oh, sushi! Alright!ラーメン、I love ラーメンってやってるけど、その集大を見て一緒になって騒いでる人もやっぱりいるんかね。まあ、いるだろうな、フーリガンもいるぐらいだから。でもちょっとさ、酒を飲むという感覚に関してちょっと怠慢すぎない？ここ、まあ言うなれば怠慢という言葉がちょっとけしからん、お前なんて言うんだって、お父さんそこでなんか言ってるけど、いやいや怠慢っていうのはまずいんだったらなんか無責任だよな。で、最も嘆かわしいのはさ、大学あたりに入って1年生で入ってきたのを、なんか部活とかなんかいろんなところのそういうね、まあ、サークルとでも言うんだかな、なんかいろいろあるらしいんだけど、そのコミュニティがよ、まあ、コミュニティのそんないいもんかどうか分かりませんが、飲ますんだってな、これがまた飲めっつって、で急性アルコール中毒で、亡くなっちゃったとか、それ以降6ヶ月ぐらいでなかなかこう自分に戻れなくなったっていう話は、まあうーんと捨てるぐらいあるんだよな。あの生ゴミの日みたいに、すごいな、あの生ゴミね、うん、あるんだけど誰も何も言わねえんだよ。これって暗くねえと思うんだけど、どう思う皆さん。被害者だよこれ。親だったらどうするかね、息子がそんな状態になってて、いじめ以上のいじめじゃねえかって気もするんだけど、おっとこうなんかこう社会派にものすごく今日はなっちゃった気がするけど、まあ別に社会派っていうよりもさ、毎年こう出てくるつまんねえどうでもいいような話なんだけど、死んだとかさ、えれん思いしてるとかっていうのは、なんかそこにね、いわゆるちょっと原点に戻る話は戻るけど、酒に対する観念が薄いんじゃねえの。あれって適量であればいいのかどうか、まあそこはともかくとして、酒が全部悪いとは言ってないから、酒造メーカーの方、僕を敵なししないでくださいね。だけどそれで人生ぶっ潰したとかさ、それでうまく言えなくなったとか、あやこの果てにはそのアル中になっちゃって飲まずにいられない日々を送ってるような部分とか、そういうのあるんだよね。だからやっぱりその辺の部分のケアがさ、最初からなされてるともっといいのかなと思うし、僕なんかよく言われたもんだよ。アンディさん、毎杯行きましょう。いや、僕は飲まないんですよ。飲めないんです。すいません。え？飲まないんですか？って、なんか、天然記念物見るみたい、まあ、俺ハーフだからいつもそう見られてんだけども、そういうふうに見られて。で、なんか、いや、その体で飲めないんですか？その体でだってだ。どの体で飲めんだよ。って。おかしいだろ。そういうの。俺、アメリカに10年近くいたけど、誰も酒飲めって、休養したやつ、一人もいなかったぜ。
飲まないからさ、おそう、それで終わりだよな。飲まないんだよ。そこには背景があるわけじゃん。散々飲んで嫌な思いして、中毒一歩手前まで行っちゃって、何とか立て直さなきゃいけないと思って努力した人もいるわけだよね。それに飲めはねえだろうと。自分がアル中だからアル中たくさん製造しましょうみたいな感じで。これはちょっと、なんか行き過ぎた。お花見まではいいんだけど、花も泣くぜ。なんて思うね。まあ例によってこのサイトでは、60s。素晴らしい曲が生まれたあの時代だな。アメリカンポップス。それに感化された、British Invasion。まあ、いろんな時代があったけど、まあその後、まあ、ちょっと洞察さまぎりで、70年代の半ば以降から、なんか世界的に人気になっちゃった。あのスウェーデンの、アッバっていうのもいたけどさ、まあ その辺はともかくまで、そこまでそ枝葉まで行かなくていいんだけど、まあ主流の部分で。多くの人がこの曲を名曲だって言ってるね。なぜなんだろうね。まずそのイントロがいいんだよ。そのバロック音楽の原型は4度進行でこういう風に行くやつ、これで来るんだって。だからなんかこうハモンドオルガンかなんか荘厳なこうチャーチミュージックっぽいんだね。まあその音楽性はチャーチミュージックだ。あの皆さんの好きなあのなんていうっけ、ポール・マッカートニー作曲のライダビーだってそうだろ。まあそんな感じでほら言ってるじゃん。これもそうな。Wider shade of pale。Wider shade of pale。Pale っつったら飲みすぎで青ざめたとかさ。要するに、体の状態があまりうまくいってない状態で、顔面青ざめてるっていうとか、まあ死ぬ一歩寸前だとか、まあその辺のところまでのエリアに広がってんだけど、shade of pale。shade だな。もう生きてる感じじゃねえ。でもその前にまたホワイトまでついちゃってっからもう青白いブサだな。まあ顔っていうところなんだよね。Wider shade of pale。日本の題名がいいえ。青い影。いや、すごいね。これすごい。当時これ最初出てきた頃かっこいいな。青い影。わけもわからず。なんかこう響きがいいから青い影と思ったけど。影だからね。影で人生渡れねえだろ。みんなもう分かってると思うけど、段階の世代ね。そうだよね。まあここまでずうずうしくよく生きてきたの、あ、ごめんなさい言っちゃった。まあそれまあいいんだけど、話を戻しましょう。 Why the shadow pale。 はい、そういう内容だね。 We skip a light fandango。 これ自分の朦朧としてる世界に今fandango、 スペインのあのfandango を今踊ってるような感じになってきた。Turn a cartwheels across the floor。 そしてなんだか知らないけど、あの車輪がこう回ってきてるな。 I was feeling kind of seasick。 はっきり言ってるよ。なんだか知らないけど船酔いになったこの気分よくねってことだな。 But the crowd called out for more。 でも俺の周りはみんな俺がこういう状態になって喜んでるな。要するにその中の一人に俺がなったっていうことで、その連中はOh, welcome. Yeah, よく酔っ払ってよかったじゃねえか。こうやってるわけだ。あの花見と同じような感じなんだよ。The room was humming harder as the ceiling flew away. 部屋中なんだか知らないけど、ガンガン俺の頭の前で回ってて、そして ceiling、天井ぐるぐる回ってるよ。When we called for another drink, よし、ここでもう一発飲んでみっか。The waiter brought a tray. Waiter.だからなんだか知らないけど、自分にもう一杯持ってきてくれた。And so it was later as the miller told his tale。
思わずふっといていた瞬間、とっとそこに鏡があって自分が見えた。おお、ずっとそうだな。Not a face at first, just ghostly. Turn a whiter, shadow pale. まるっきりお化けじゃねえか、俺。すげえいい曲だね、これね。お花見飲みなさい。入学祝いで思いっきり飲めるパパ、いいんじゃないの？やってみっか。We skip life and go. Turn a cartwheel across the floor. I was feeling kind of seasick.The crowd called out the moon. The room, I'm an older. As the ceiling flew away. When we called for another dream, the way to grow the tree.Turn the water, shade of pain.